皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は4月28日のお昼頃でございます。愉快なお仲間からリクエストを頂戴いたしまして、例の占い DNA 鑑定に関することなんですけれども、JK 様は全て知っているのかというそんなリクエストだったんです。で、私こちらのリクエストを拝見しました時に、あれ以前にも同じことを占ったことがあるというような気がしたんです。それで過去動画をね紹介させていただこうと思って調べてみたんですけど、見つけられず、ちょっとあまりにも数が多くなっているのもあると思うんですけども、まあ私のことですので記憶違いももう多々ございます。なので改めまして占ってみようと思いました。で、どのように尋ねたかと申しますと、1回だけお話しさせていただきますね。カードをこう切ったりね、シャッフルしたりしながら JK 様にお尋ねいたします。アーミア様はあなた様の本当のお子ですか、というふうに聞きました。そして、何度も何度も同じことを繰り返してこれだけ引かせていただきました。それなので、まあ、早速ですけれども、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。まずは、そうなんですよ、今回ねまずこれから引きたくなってるんです。見てみますね。メインパーソン、グリーフ&アドバーシティ、あー、ファルスパーソン、これはご存知ですね。ご存知だと思います。これはもう見るからにアーです。これね、アーの姿ですね。で、こちら、これはもう神通とか、これはね JK 様の姿ですよ。神通とか苦悩、あとね、まあ不運とか逆境、まあご自分の思うようにならないようなそういう逆境、それから厄介とか面倒なこと、そんな思いで、その思い、どんなことに対してもうご自分では何ともならないというふうに思っておられるかというと、それが他のカードに現れてるんです。なので、あーのこと、とこちら夫人です。これ夫人で、このカードの意味というのはもう毎回申し上げますが、もう偽物なんですよ。もうこれです。で、不適切な、偽物の不適切な態度と不適切な決定、偽物なのになんちゃって講師ですからね。で、そして何か間違った原因と間違った計画です。それを警告するカードなんですよ、これは。なのでご自分の中でアラームが鳴っているような感じなんですよね。まあ、鳴っていたのでしょうかね。で、これを人物のカードというふうに読ませていただきますと、もう嫉妬深くて不真面目で不誠実である、そんな人物です。で、騙されている、あと偽善、いい人そうに見せかけていますが実はそうではない人、そして何かふりをする人、まあ、嘘の口実というキーワードがあるんですけれども、まあ、振りをするようなそんな人、ね、もうこれ3枚見るだけでも、まあ、ご存知だというふうに、まあ、あくまで占いですけれども分かります。次いきます。30番正位置、なんかねこれ皆様の声が聞こえてくるようですよね。こちらね、これ献身的なんです。あとね、ひたむきさとか、ね、難しい状況において支援ができる人というのを表しているんです、ね、難しい状況ですよ、こんなの、ね、こんなの、まあ、あくまでイマン劇場としてお楽しみくださいませ。こんなのだった場合、そりゃ難しい状況ですよ。でもそれに対しても献身的な人が出てるんです。支援ができるんです。で、あとはね、頑固な人、
しつこい人、欲しいものを得るためにはもう行くところまで行ってしまうんですよ。でこの場合欲しいものというのは私ね、夫人なのではないかなと思いますよ、と思います。でご自分の、このカードの意味は目標達成のためにはっていうんですけれども、この場合はその自分の、欲しいものをもう得る、キープしておくためには犠牲も厭わない、自分の犠牲も厭わないっていう、そして強い忍耐力が出ています。ここに要は我慢せざるを得ないんですよね。誰か人とか大義に対する愛情深い献身というのが出てるんです。これ人だと思いますよ、夫人でしょ、夫人に対する愛情深い献身だと思いますよ。でその結果とも申せますが、これは犠牲と多大になる寄付が求められる事態になってしまったんですよ。そしてこれは長期間続く一連の過程、一連の経過である、一連の行為である、長期間にわたるそんな犠牲を払ってしまったのが出てるんです。忍耐が出てます。でもね、忍耐といっても結局は、もっと深くこう掘り下げていきますと、ご自分の望みを叶えるための忍耐なんですよね。そういうことになるんですよ。結局は放り出せなかったってことですよね、夫人を、と私は思います。フォーチューン、デスフレンド、これはね、幸運とか月を表します。これはね、夫人だと思いますよ、夫人の幸運とか月、それから、お金とか富、これほらもう目隠ししてお金とか富しかないんですよね。抱えているのはお金と富なんですよ。危うい橋を渡っているんですよ、これね、もう細いこんな平均台みたいな。それかもう一つね、非常に危ういなんかリングのようなところに立っているような感じもしますね。リングというのは輪の上に立っているような、そんな感じにも見えますよね。これ夫人の姿なんですよ、でそれが実は死終わりを迎えるようなそんな状況でも、そんな状況の中でもご自分が味方になったと思いますよ、支援したんですよ、それが出てるんです、それが出てると思います。これある意味皇室の死ですよ、これ日本の詩ですよ、これ。次いきます。スライトウォーマンで出てますよ、これね。クルエル、エンビアス、スランダー、サルティ、これはね、もう本当に夫人のこと、 JK 様を軽視してないがしろにする女なんですよ、侮辱する、そして JK 様に冷たくする、失礼な行いをする女なんです。そして妬み、そねみ、嫉妬深く、そして羨ましがる女、そしてもう一つは残酷です、非情、ひどいこと、むごいことをする女なんですよ。そのように出ています。ご存知ですよね。でこれは抽象とか悪口、ここから見えてくるものは人の口に戸は立てられぬというのがきますね。今回結局は噂、こんな風になるんですよ。でそれがもう間違いないと、確実に起こることだと、隠しきれるものではないっていうことがやっぱここに出てるんですよね。それが出てます、これ。 JK 様に対してね、やはりね、本当に侮辱的なことをしたということなんですよ。エナミーベイビー、これあーですね、レター、なるほど、これは敵に注意、そして新しい地、これは JK 様のお姿でしょうかね、いろいろ聞いたりしてますよね。でこれはアーです。でもね、ここなんですよ、これってね、正式な公文書が届くという意味があります。
裁判手続きの告知で結果は悪いということなんですよ。なんかね、私ね、これいろいろわかりますよ。こう敵に注意で妊娠してその知らせが来る、そうとも取れます、そうとも取れます。でももう一つね、私ここから感じるのは、これもしかするとなんですよ、もしかするとお皿が割れた時よりもですよ、 JK 様がね、まあ、ちょっとお言葉にできませんがね、そういうことがあった時にそちらの方が実は公表されるかもしれないです。これ私なんかそういう感じがします。お皿が割れた時ではない、 JK 様に何かあった時に公表されるような感じもしますね。たとえ、お皿が生きていたとしてもということです。お皿が生きていた夫人がね、次、スカラーフォーファルスネス、これなんだろう、学者とかそんな感じできますね。学者とか知識いろいろ取れるんですけれども、なんだろうね、まあ、DNA 鑑定のことかもしれないですよね。学者、そしてこれは敵、対抗者に恐れるようなこと、これ夫人の姿ですよ。でこれも夫人です。よく出るんですよ、裏切りなんです。移り気、気まぐれ、不誠実、その不誠実に対して夫人が恐れている、対抗者に恐れている、その対抗者というのはこの学者を見てるんですよね。なのでねえ学者だけじゃないかもしれないですよね。ジャーナリストとかそういうのの可能性もありますよね。ねえ、次いきます。プロモーション、ニューアイディア、レイト、これいっぱい意味があるんですよね。ジェネラシティとプロテクター出てます。これは JK 様の姿だな。あのね、ちょっとこれ見て思うこと、私ね今回この中からどれをピックアップするかというと、新しい考え方、抽象的ですけれども、あのね、考え方を変えるというか、JK 様がですよ、変えたのではないかなと。で、何が現れてるかって、ここにね、時期を逸したっていうのが来てるんですよ。で、寛大になって、寛容になって、もう本当にもう惜しみなく保護して擁護してるんですよ。保護して擁護しているのは、夫人のことです。このね、時期を逸したっていうの、もしかして本当にもうどうしようもなくなってから、もう産むしかなくなってからのことだったのかもしれないですね。そこまで夫人がキープしたのかもしれないですよ。なんかそんな気がする。時期を逸した、これね、何か前も出たことあるんですよ、こういう感じで。なので考え方を変えて、非常に寛大になってるんですよ、寛容に。で、守ること、擁護することに徹した。でもね、これね、これは今ん劇場ですよ、今ん劇場ですよ。もし仮にね、時期を逸したにしても、その子供を置いとく必要があったのかって感じはしますよね。どっかやってしまえばよかったじゃないですかと思うんですけどね。もう言いたいことは山ほどありますよね、これ。いくら占いの結果とはいえ、デザイア、ハウス、そう、こうあってほしいという感じです。これはね、もう欲望とか要望です。もう尽きることのない欲望ですよ。これ最近はもうキーのカードになってますし、しかもこれで出てるんですよ。でもこれはもう元祖ですよ、夫人です。で、これアーケは今のところ変化はないんです。それこそキープされているような、揺るがせにしないですよね、こんな言葉言いたくもないですけどね。でもここに出ている、JK 様の思いというのは、重大な決定が下されなければならないというふうに、こうやって考えておられるってことなんですよ。それか、これは抽象的に出ているだけで、本当に考えるという意味ではなく、そんな風ですよという、本当はそういう存在だということを
私は知ってますよっていうことなのかもしれないですね。全て知っているのかという質問ですので、これは本当のお子ではないから、こういうこと、本当は重大な決定が下されなければいけないんです、この家。レター、このレター何かな。先ほども手紙出てましたよね。手紙、先ほどもまああの出てました。同じかな、これ。なんか伝え、この手紙は同じかもしれないです。これね、この時は敵に注意だったんですけども、これね、喜んで協力してしまったんです。まあ喜んではちょっと置いておきまして、もう協力したんですよ。そのせいで絶望窮地になってるんです。でもなんか手紙が来る、これもなんですよ。敵、そして当たる敵に注意なんですよね。注意していただけ、いたけれどもダメだったんじゃないですか。新しい地が出てしまった。そして同じように手紙なんですよね。この手紙は何かな、何でしょうね、何だろう。抽象的にも捉えられるんですよね。それでも許すこととか、例えば皇室典範に名前が書かれたこととか、そういうことなのかもしれないですよね。あのね、狂気の沙汰ですよね。Tense atmosphere, lightness。 あ、これもうこのままですよ。やはりこの夫妻の間でも何かあったんです。もう緊迫した雰囲気になってます。緊張をはらんだ状態なんですよ。緊張をはらんだ様子が出てます、ここに。で、その原因となるものはこれなんですよ。夫人の軽さ、軽はずみ、軽率さが出てます。そしてここで喧嘩してます。喧嘩、口論、もう言い争い、いざこざ、すったもんだですよ。内紛が起こってます、ここで。これはもしかして2人だけのことではなかったかもしれないですよ。ないと思いますよ。昭和天皇や皇順皇后もこう、もう豪雨に入っていたと思いますけれども、私は、うん、次いきます。こんなになったっていうことなんですよ。だから喧嘩になってるんですよね。じゃあに Hope、 あ、ほらまただ、お決まりの出てます。ほら、旅、恋人なんですよ、これ。ね、でこのホープっていうのは、この場合はですよ、この時の夫人の希望だと思いますよ。また出ましたよ。要は希望、期待、ね、望み、それなんですよね。ジャーニー出て恋人、またなんですよ。必ず出るんですよ。やっぱりあの、ご予定ですよね。ねえ、マニー、チアフルネス、ウェディング。これちょっとここはなんか変わってきましたね。あの質問に直接答えていることではない感じがします。やはり先ほど出ましたフォーチューンっていうのと同じで、これですね、お金と富、目隠ししてるんですよ夫人は。もうお金と富に、それで祝杯あげる、結婚してるんです。それが出ている、そんな女なんだよっていうことが出ている。結局自分に対する愛情っていうものが感じられないじゃないですかね。ウィニングラック、お、あーですよ。これちょっと意味深かな、意味深かもしれない。これはね、何かね、利益とか利得とか儲けとか、そんな感じで来るんですよね。あとはアーにとっての幸運、ついていたねと、チャンスだったねって感じなんですよね。でもこれ、成功の遅れっていう一枚が出てるんです。このままでは置かないでくれるのかなっていう、ちょっと期待が、これはあのね、
まあ、皆様いろいろなご意見もございますでしょうしね、まあまあ、ここはこうして流しておきますね。じゃあ次いきます。うわ出た、これかこれか。いや私はね、不思議な女出るかなと思ったんです、例のこれね。もうこれで無制逆 もう同じですので、こちらちょっと戻しますね。うわー、怒った女が出てます。ものすごい怒り狂った女が出てますよね。これこんな印象なんですよ、夫人っていうのは。でこれは敵でもある。でももう一つ別の意味もあって、共謀者とか、共謀者、敵か共謀者かなんですよ。それとあとは陰謀家を表す、ぴったりですよね。これ夫人ですよ。キーもよくこれで出ますけど ね。でこれは根本的に本当これめんどくさいね、狂ったような女なんですよ。なので避けねばならない女なんです。これ本当は可能な限り避けよっていう女なんですよ。まあ複雑な男性心理というのもございますよね。この女というのは JK 様に対して今回はね、恨みですよ。恨みで行動する、あと悪意。これね、私ね、これ完全なる今劇場ですよ。でもこれ見た時思ったんです、なるほどと。要は弱みなんですよ。あのね、すっごい怒っている。本当だったら怒るのは JK 様じゃないですか。なのにですよ、すごい怒りまくっている女の姿が出てるんです。なのでこれ仕返しかもしれないんですよ。あのね、そうなってくると、例のこれ今劇場ですよ皆さん、単なる占いですよ。あのね、他のお子は産んでないんじゃないか説ね。それ要は嫉妬深い女なので、もうどこで見てもすごい嫉妬に狂う女なので、怒りもうで恨みで行動してくる。もうね、恋愛でも危険人物、すぐライバルになる。で気持ちはない、これ悲しいかな、本当にね気持ちはないんですよ。お金にくっついている女っていうのが出てます、ね、先ほどのまあまあこれですよね、これね、お金にくっついてるんです。もう目隠しして見てないんです、お金だけなんです。お金にくっついている女、自分ご自分に対して本当は愛情ないってことを分かってると思います。で仕事であっても、もうこの場合は敵対心とか、あと敵、これまさか日本国に対しての敵じゃないでしょうね。あと嫉妬心です、それが出てます。ではちょっと最後の3枚見ますね。これ仕返しのつもりだったんですかね、それもあったんですかね。リリース、スピリット、なるほどね、複雑ですね。ね、もうね、皆様の声が聞こえるようですよ。これってね、いろんな意味ありますよ。これは求婚とか求愛が出てるんですよ。やはり JK 様は本当に夫人が好きだったんですよね。で引力なんですよ、これ月の引力、うん、感情とかロマンス、まあ、恋愛で引力、それがここに出てるんです。でね、これね、未だにこれはあるんですよ。要はそれも弱みなんですよね。いろいろあるんですけれども、なんか憎もうにも憎めないというか、それはこういう感情がどうしてもあるんですよね。でこれが表しているっていうのは時間の延長なんです。あとはね、時間が必要っていうこと。この問題に対処するには多くの我慢、忍耐と、あとね、何か知恵が必要、そんな状況であるというのが出てるんです。これ現在かなと思うんですよ、現在の思いで。ここに必ず助けてくれる目に見えない存在があると思っておられる。もしかして昭和天皇かもしれない、ね、歴代天皇とか神々かもしれないですよ、ね、わからないが、そういうの感じかもしれないです。でこれが表しているのは、まあ、その求婚求愛の気持ちもそうなんですけれども、実はね、時間が必要だ、時間が対処を考えてる、時間でも時間が必要、すぐにはできない、ね、でもね、ここで出ているのは今回は
醜聞とか秘密の暴露なんですよ。発覚、それからメディアによる公表です。公表、それから例えば他にも考えますと、この前からね、我々の中でよく話は合われているね、例の英国の機密文書の公開とかね、そういうの、そういうのの中に真実が出ていて暴露される、発覚する、時間が必要な状況、そんなのがちょっと出てますね。ということはこれはってなると、もうまとめますと、うん、本当のお子ではないっていうのをご存知ですという結果になってます、はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。